え先月の話になりますが法政大学経営学部に続き青山学院大学経済学部の新入生リオエンテーションでもひろゆきさんの切り抜き動画が取り上げたすられたそうですなぜ、えー、スライドに切り抜き動画のサムネイルを写した上でひろゆきの切り抜きもいいけど活字も読みましょうとのことです青山学院大学経済学部の方々に向けて何か一言よろしくお願いしますえっとまあ基本的には僕も活字を読んだ方がいいと思うんですけどただその 発字を読むべきである本読んだ方がいいよねっていうのは、実はちょっと時代遅れになりつつある部分もあるのかなっていうのが若干思ったりすることがあったりするんですよね。あの、まあ、本読むの大好きですっていう人であれば全然いいと思うんですけど、その、情報をある程度パッと把握したいよねっていう場合であれば、映像とかの方が結構わかりやすかったりする場合もあるんですよね。例えばその、なんかじゃあ、相対性理論とかみたいな、その、ものすごく速い速度で動いている場合って、その、 えとめちゃめちゃ速く動いているものがこうあったでその中から光を出すとその光っていうのはその速い速度プラス光だからも光よりももっと速い速度でこうあ要は懐中電灯で光バーンって出すじゃないですか。で100キロで走ってる人が光バーンって出したら100キロプラス光の速度になるから速くなるはずじゃんでもそうならないの何でとかでそこのズレは何で発生するのとかってアニメーションで見ると結構分かったりするんですよね。 要はその光っていうのはどんな状況で出されたとしてもそのなんかあの早い人がこう懐中電灯をうが遅い人が懐中電灯のライトすきようが光の速度が一定っていうのはどういうことかっていうのがそのアニメーションとか図で見ると分かったりするので一概に活字じゃなくて図で見た方が分かりやすいものってあったりするのでなのであのなんか YouTube とかの動画でもあのなんか理科とかあのなんか生物とか物理とかって割とあの 分かりりやすすく作っってるるののがあったりするのでそういうのでパッと見把握するっていうのはあると思うのでなんか一概に活字が良いかっていうとなんかそうでもないんじゃないかなという気がしますけど。